はい、こんにちは、カンピオーネの辰巳です。まあ、水泳のトレーニングに、まあ、敏捷性とか素早さとか高めるやつを多く取り入れた方がいいですかみたいなね、感じのちょっと話があったんで、ちょっと僕なりの、ね、経験上ね答えていきます、ねね。まあまあ、他のスポーツね、他のスポーツにはめちゃくちゃ必要やけど、水泳にはそこまで必要じゃない、そういう敏捷性のトレーニングっていうのはもうめっちゃ多々ねあるのでね。だから、まず、基本的にね、まあ、横への動き、こうね、反復横跳びとかね、全然僕もできへんねんけども、ね、こういう横への素早さとか敏捷性はまずいらないですよね。水泳はね、こう泳ぎながらこう横に移動するってこと全然ないんでね。だからそれはいらないですね。あと前後の動きね、こういう前後の動きね、で前後の動きもあまりいらないと思うので、で他の格闘技とか球技とかにはもうめちゃくちゃ必要やねんけども、水泳に関してはそういう敏捷性はいらないと思います。だから陸上で別に反復横跳びを練習しっかり頑張ったから言うてタイムが伸びるか言ったら伸びへん可能性の方が高いんでね。はい。ほんであとはまあ、体幹がこうグネ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 ね、こう動くような、もう全然僕もうこんなんトロいんやけども、こういうような体をクッともねさせるような、こういうのもいらないと思います、ね。で何が必要かっていうのは3つ、僕の中で3つねあると思ってて、で、まあ、1個目は、この体幹ですよね。体幹があまりねこう上下動させずにね、で頭の上の方向ね、上の方向にこういう方向に動く敏捷性、ね、でこれは大事だと思うので、これ1個目ね、非常に大事です。で2個目がピッチね、テンポとかね、ストロークのテンポとか、まあ、バタ足とかドルフィンキックとかのそういうテンポを上げるための敏捷性ね、でこれも大事だと思ってます。2つ目ね。で3つ目がスタートとかターンの時の敏捷性ね、こうターン、タッチターンもそうやね、こうひねって素早く蹴り出していくっていう敏捷性ね、これは非常に大事なんで、今からちょっと例を出してね、動画を見ていってもらいます。でまず、体ね、ここの体幹をすごくまっすぐした状態で、ほんで頭が上方向ね、下から上方向に進む敏捷性のちょっとトレーニングね、まあ、敏捷性とはちょっとかけ離れてるかも分からへんけども、そういうトレーニングがあるんでちょっと見てください。で今からプルのね、プルの時の体重移動を前にグッとね行く、体重移動をうまくさせるドリルというのをちょっと紹介します。はい。で3秒キックダッシュね、で太もものところまでしっかりとビート板をつけてください。ほんで元戻す、ほんでまず3秒で、この時に頭が前に進むように、頭が上下で水に潜ったりとかしないように、前に進むように、ああいう感じね、前に進むような感じね。はい、はい、見てもらいました。ああいうね動作ですよね、ああいうトレーニングは非常に有効や思います。で2つ目が、テンポですよね、テンポを上げたりとかさせる、ドリルで、今から見てもらうのはそのテンポとターン回転を速くさせる敏捷性のトレーニングね、ちょっと見てくださいね。はい、肩骨4かきの前回りね、これを2セットやってます。でこれでまあ、テンポを上げるのとでターン回転ですよね、それをちょっと、まあ、素早く回るようにこれで進んでます。はい、肩骨4かきね、はい。で3つ目がタッチターンね、ターン回転ね、タッチターンを素早くさせるための敏捷性トレーニングですね、ちょっと見てくださいね。はい、そう、はい、そう、この反転ね、これを3回やって、はい、はい、以上のようなね、トレーニングというのは非常に有効な、敏捷性のトレーニングやと思うので、まあ、取り組むんやったらああいったトレーニングね、ちょっと意味のあるね、トレーニングをしっかりやってもらったらいいと思います。はい、以上です。